いつまでここにいるつもり？いや、この先に備えてだな。できたぞ。味も香りも極上の刺激だ。突破するぞ。マグナレイス、次終わりだ。水の力、はい、掴む。決めてやる。火の精神術、バーンストライク、はい、当たれ。この調子でいきましょう。
の力だって呼び戻す。この調子で行きましょう。問題なさそうな相手だな。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。邪魔よ。何払う？死なれい！おお！住みない！魔王を縁にした！きらめけ！次！あげろ！さあ、進むわよ。目的地に着いたわよ。の差も測れなかったのね。
行くわよ。もらったエンジン直しはブラストイン。もう許すはしないで。バカよけ魔王エリア毒弾くれ。やっとうっためなぎ払う。引き締めていこう。けましょう。炎よ巻き込め。調べて精霊術よ。上げろマジンケン。片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。しかない。マジンケン、エンジン、魔王エニハ、マグナレイン。怪我はなかった？いつまでここにいるつもり？いや、この先に備えてだな。問題なさそうな相手だな。見えた。どう？終わりよ。どう？やっと。次、調べて。くれ。あげろ。炎よ。巻き込め。しょうがない。行くわよ。こっちは終わりよ。あ、空を飛ぶやつか。私なら分かった。力の差も測れなかったのね。なかった。容赦しないわよ。も測れなかったのね。
目的地に着いたわよ。どきなさい。魔人剣。炎よ。巻き込め。そこ。魔人剣。炎よ。うまい。巻き込め。どこだ。あれ。行くわよ。罪ないやつは。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。測れなかったのね。さあ行くぞ。魔人剣。現在。こっちは終わり。上出来ね。もう測れなかったのね。突破するぞ。うっ、投げ払う。もらった。で、魔王エミタ。戦の結果よ。
ゃしないわよ。そこ、さらに撃つ。炎人、投げ払う。こいつで魔王エニタ。うわ、もう一発投げろ。水の力で当たれ。この調子でいきましょう。さあ、目的地に着いたわよ。腹はちゃんと満たせるはずよ。
目的地に着いたわよ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。あの昇降機、ええ、
あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。さあ行くぞ。わかりやすい。炎よ巻き込め。炎よ巻き込め。おりゃやっと。諦めて。極端です。流星人危なれ。やる。積み上げろ。はぁ、あ、あっ、はい、入れろ。はい、はぁ、あ、っと燃えろ。炎よ巻き込め。やっ、終わりだ。水の力で決めて。さあ進むわよ。ここは他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。道理で。よし行くぞ。いよいよスルド・ビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでって、カラグリアを支配するスルドじゃないのか？いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスターコアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか？ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う、それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。スルド・ビエゾか！ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよった。ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ。ルスッドがス
ルトの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。お前を倒してダナを解放する。おたくな顔もない奴隷風情が。火の精霊たちよ、開けて。そこだ、下げろ。飛べ行った。こっちの番だ。次終わりだ。ほらほら、水の力でマジンケン。罪なり奴は。そこだ、部屋に撃つ。を当てる。マグラレイ。次ひらめけ。そこだ、下げろ。マジンケン、ファーストイート。やるぞ。なんて威力だ。でも宇宙では隙だらけよ。やつが飛んだら撃ち落とすわ。分かった、頼む。炎よ、あげろ。ごめん、弾切れよ。装填中。マジンケン、水の力で。せよ、今だ。させない。うわよやったぞ。リエト、覚悟なさい。火の精霊ですよ。下げろ。はい、次。まだよ。炎よ、やめて。そこだ、巻き込め。下げろ。見てなさい。そこだ、やんくみ。焼き払う。うら、握った。やらなきゃ。くれ、マジンケン。もらった、マグナレイ。焼き払う。火の精霊ですよ。終わりだ。オラオラ、終わりよ。くらえ、あされ。水の力で、ひらめけ。くらえ、あげろ。実践、炎よ、オラオラ、力を借りる。これで終わりだ。ベルドが奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。やらせるか。くらえ、化け物の攻撃を避けて。
同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を向く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。いや、この精霊力の化け物、どうしたら。精霊力だ。もしかしたら
壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前アルフェン。俺の名は